ジャグラーです。名前は、まあ、言ういいよ、いらないよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ここ行っちゃっていいですか。はい、それではお盆のとりあえず1週間が終わって、はい、いただきます。まあ今日は振り返りよな、お盆の。そう、今日が10日なんやけど、昨日の動画でも言った通り、今日は、朝から、マルチをやってます。お疲れ様でした。お疲れ様。それが一番しんどかった、一番のお疲れ様。まあちょうど視聴者さんは多分昨日見たと思うんだけど、なんかこの動画にみんなにしてほしいことがあって、1日目2日目一番この企画が好きだったっていうのをコメントで教えてほしい。これまず一つお願い。そうね、毎日投稿自体初めてやったけ、再来週もあるんですけど、まあ、とりあえず一区切りしたということでね。まあちょっと話そうか、一旦な、話しながら。お前多分バーベキューとかで嫌われるでしょ。自分で焼いた肉は自分のタイプ。おったよ地元にも。こうバーで、うわこいつめっちゃ焼いてくれるやんと思って。話聞いてる？それ俺らやん、ちなみに。マジ自分で焼けって。自分で焼いたやつはもう全部自分で焼く。どうしよう。まあ結構マジで話すと、本当はでも揚げるとったら7本受け取ったんやけど、でもがダメで、で本当は揚げようとしとったやつを次のやつに持ってったくて、そこはお楽しみに。まあその振り返りっていうのは、まあニートの方で一本一本で基本やってるんで、まあそれ見てもらったら、ジャンクナイトで揚げた動画が全てですよ。基本的にはぜひニートの方も。でマジでマジでね、ニートちょっとね見てほしいよ。もうなんかやっぱやらせとかさ、ここどうなったのとかいうコメントをもらうんやけど、そういうのを解明っていうか、まあ分かりやすくするための動画を上げてないんで、見てくださいとか見ろよ。じゃあなんで6本目にまず飯食ってる動画を、一番の目的っていうのは、24とか5とかから上がる動画がジャンクナイト2人にとって、初めての、試みとなる、動画になってる。2人になってから一番の大事な話してないけど、まあ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 今まで2人で半年間やってきて、2人ないとこ見えてきて、まあそうね、それを、もしかしたらこれはもう可能性でしかない、俺らにとっては。まあね、可能性の話でしかないけど、可能性が少しは上がる。そうね、やっぱ2人じゃね、まあ、限界っていうわけじゃないんやけど、別にできるよ。だからそう、2人でもできるんやけど、そう、正味その見とる人たちも飽きたと思うんやね、もう俺らの撃退とか、またパパ活とか、また家に少女とかあると思うんで、今回のお盆のやつはちょっと変えてやったいんやけど、まあもうそろそろそこに関しては限界、もうバイカで酔ってきたね、これはね。ずっと酔ってたけど、ずっと酔った。そこに関してはもう限界が来てるんで、うん、まあそれをどうにかして変えようということでの8月最後の週になってるんで、まあ、自信はある、自信はある、うん、続けていけばな。まあ俺らもちょっと考えてるんで、マジで来週の1本目はマジ見た方がいいよな。いやマジ見た方がいい、何するとかじゃないけどマジ見た方がいい、これだけ伝えさせて。いやほんまに、うわマジ言いてえ、めちゃくちゃ言いてえ、俺今ボコボコにいて、まあやっぱその今は、話したいこともあるんだけど、来週の動画が全部終わってからじゃないと話せないこともやっぱたくさんあるんで、今の俺の思いだったり。自分はない、まあ俺があると。そう、でもずっとやけ、ずっと俺ずっと俺、次はもうちゃんと題名も決めてね、俺が話すんで、それはまあちょっと楽しみにしていただけたらなと。でもね、今までちょっとまあサボったわけじゃないんやけど、まあ取れんかったらもうしゃあないって言って諦めとったりとか、
今日はいっかっていう部分があった、俺らには正直、うん、けど、うん、お盆っていう目標を決めて、そんな俺らこう頑張ろうぜっていう熱いグループじゃないけどさ、こう初めてこうジャンクライトで決めた目標を、まあ、目標っていうかノルマやな、できたっていうのはまあいいことなんじゃないですか、うん、でまあ一番見てほしいのは本当に次のところです。来週開けるけど、来週の10日はマッチで見てるけど、ミンとちょっとシリーズ化臭いから分からんよ、2本目3本目見てんの分からん、ほんまに分からんよ。だから1本目を見ることの大事さっていうのをもうマジで今うん、もうゴリッゴリッサムネするよ。まあ、あんまりみんなは分からないと思うんですけど、俺には分かる虎之助の思いが、はい、聞けると思うので。そうね、それはまあ、その来週の最後の動画かな。まあ、思うとこはありますが、あります。それは全部伝える来週になるので、皆さんぜひ、来週、マジで動画、よろしくお願いします。たくさん、今週の動画、気分頑張った。そんな感じですかね。この動画で伝えたいのは、次の動画マジで見てくださいということになってますので、よろしくお願いします。じゃあ来週ですね。まあ、ちょうど前回ね、酔っ払ってくると思うので、はい、締めたいと思います。じゃあ一本締めで終わりたいと思います。ジャックナイトの未来へ。いや、いいね。いや。なんて言って恥ずかしい。せーの、はい、よっしゃー。